はい、ポカリスエット2018年の夏用の振り付けになります。両足閉じて気をつけから始めます。5、6、7、8、1、開いて右手上です。指先まで閉じてください。で、これ口は合わせないようにしっかり目線だけですね。はい、1、2、左、3、4、倒れて5で起こして6で前、7で斜め、これ目線も送ってください。8で左足が右足に閉じます。はい、そしたら左を開いて1、2、3、4、5、6、7。はい、このこだわり合いとフレックスと、またね、指先まで閉じて左手下にプッシュするときは前来るように、7来ました。8でスタップとキック、左足ね、上もしっかり見といてください。1、2、3、4から徐々に目線戻して、右足前、5、6で揃えて、これ、左手がしっかり前に来るように、で顔隠します。そしたら一番下で肘閉じて1、そしたら左手2、頭3、戻して4、斜め後ろで、下から斜めで手首です。5で6で肘で、7もう一回肘返してあげて、8、はい、これなるべく低くに入ってくださいね。足もね、しっかり閉じて、右手は付け根です。はい、そしたら今度は上でプッシュ、1、2で閉じます、3でプリパレーション、これとなるべく平行でまっすぐ下から投げながらジャンプ、5で閉じたら6、7、8で元のポジションに戻ります。これもまたね、口が隠れるように指先も締めて、右手上です。そしたら左から入れます、1、2、3、4、5、6、7、8。これのポイントとしてはあまり大きくやらない、本当にミニマムでやりますね。4、5、6、7、8、左で終わりました。そしたら右足、ジャンプ、戻して、ジャンプ、戻して、はい、両手下の時は目線下に送ります。で、片手、ジャンプしたところの手が上がりますね。右ジャンプしたら右手で、片手の方は戻します、センターに。で、左で戻します。はい、そしたら左手上から下ろしてきて突っ込みます。5、6、これ左手こう上ね、で右手は下です。6、7、8。はい、この時は隣の方と並ぶ構成になると思いますが、まあ、基本的に隣の方の肩にくっつくようにしておいてください。後で2人で見せます。はい、ます。そしたら、目線も見たまま右足から1、2、3、4で目線戻して、5、肩に6、真横で7、肘の下に左手持ってきます。で、これ、第1回目のポカリスエットの振り付けのバスケの投げですね。で、ジャンプで投げます。着地の時もまた同じくね、付け根の方で肘もしっかり張っておいてください。そしたら1、2、左手前ね、で右足キック、今度反対、3、左足キックで、右手では左手の甲を叩いて下から、叩いた頃しっかり戻してくださいね。5、6、7で上から右手、これもなるべくね、肘が下がらないようにあります。右手はグーのままです。こっから8、そのままグン、上がる時で小指から握ってきて、左手は肘を押さえるように戻ります。はい、で、この時ポイントも体重がちょっと右ですね、右の方に、かけてください。はい、そしたら左手上から中から通して、右手の上から、握りに行きます。もう一回いきますね。これ、肘の中から入って、はい、で、これをセンターに戻ります。で、握って指と指の間ね、握ったまま右で左2回、5、6、7、8。はい、これもう一回いくと、これが8ですね。8で開きました。1、2、3、4、5、6、7、8で止まります。はい、そしたらカッ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 、ここで握って右側
で絞りました。そしたら自分の前に開いた時このスクエア四角い角の左上と右下のコーナーにパッで当てます。で縦に入れ替えて交差して、で開く時に体重右に戻して、はい、で目線も送ります。はい、もう一つのこだわりは、この手の形があまり決まってないんですけど、イメージとして近いの PS2 の、コントローラーを持ってる形を握ったところからちょっとイメージして作ってみてください。カッカッカッカーで返して右足閉じます。この時に肘もなるべく、ね、曲げてます。でこういうちょっと恐竜っぽい手が入ります。はい、で円、うん、はい、したら右手上から滑らせて戻して、左手返して右の方に握ります。この時は右手が正面ですね。これ右手です。で つけました。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、8 1 2 3、戻して4サイド5 6、前向いて7 8 1 2 3、流して4 1 5 6、前向いてで下に7 戻す8でジャンプ1 2 3 and snap 5、バックで6揃えて7 8、口で1 7 2 3 and 4 5、最後のポイントは、ちょっとクッションで右足に座りながらちょっと沈む感じのニュアンスで、今回の振り付けは終わります。多分チャレンジは、3ポイントなのかな。でまず1つ目のポイントは、指先のこだわりですね。この指先を揃えてっていうところを、例えば親指だけ出てたらすごい目立っちゃうので、特にこの揃えるっていうのが多いので、まあ、今回は結構指先、前回も前々回もそうだったんですけど、まあ、今回も、2回のエクスペリエンスを生かして指先をきれいに丁寧に揃えていきたいなと思います。でこれが、ポイント1。ポイント2が、レベルの話をちょっとするんですけど、低く踊るときには本当に下がってほしい。で高いのはもう自分のせいで大丈夫なんですけど、低いところしかみんなで、大きいギャップを表せることができないので、下の方をしっかり足を曲げて膝使ってドン、下がるところはしっかり低く覚えておいてほしいのがポイント2です。で、ポイント3は目線ですね。顔の話をちょっとすると、大勢で踊るときに顔はもう真正面が結構白く明るく映ります。で髪の毛は結構黒く映ります。
でこれが女子だとサイドにも髪の毛があるんで横向いたら黒く映ります。こういう話から大勢ですると下に向いた瞬間全員向いてるけど一人だけ前向いてたら、結構ドットが1個できるんですごい目立っちゃうんですね。なのでまあそこも1個チャレンジなのかなっていうので顔の向きが前なのか横なのか下なのかで今回真上っていうのもドア頭にあるので、振り付けの一部としてマストで、覚えていけたらいいかなと思います。はい、この3点揃えたら、まあ、いい感じに仕上がると思います。はい、頑張ってください。